はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、いやー悔しい。昨日の夜はね、もう熱戦でしたね。あそこ延長ちょうどスポット空いてしまいましたね。いや多分ね、普段だったら寄れると思うんですけど、もうスタミナでしょうね。いや悔しいね。でももうナイスゲームとしか言いようがないです。はい、ナイスゲームお疲れ様でした。ということで、スペイン代表対日本、はい、あの夢のね決勝というのはまた未来へのお預けというような形になったかなと思うんですけども、非常にね好試合だったんじゃないかなと思うのと、やっぱり世界の壁は厚いなっていうので、あのスペインのねやっぱポゼッションすごいっすよね。体勢崩してても必ず誰かにきちんとパスが回せる体勢になってて、はい、まあ、もちろんね延長に入り、まあ、もう80分くらい過ぎからはもうお互い、前回ねあの延長 PK まで延長まで行ってるので、うん、あのスタミナ面かなりねきつそうでしたけど、特に湿度ね再スターでしたもんね、はい、特に、ね、スタミナきつそうですよね。都内ねムシムシしてますので、都内じゃないけどね、あの今ねすごい気温高くて、あの時間でも湿度めちゃめちゃ高い状態ですので、はい、まあでもね、あの本当ぜひね、あの3位決定戦でメキシコ、倒していただいて、あの、ね、銅メダル取ってもらいたいなと思います。いやでもね、自分的にあのオーバーエイジの吉田麻也選手非常に感動しました。もう最後ね、あのもうラストの時間ずっとトップに残ってましたけど、もうあそこでもやっぱり頑張ってチェイシングかけるし、あの PK ね、あの VAR で PK ならなかったですけど、体張ってね、あそこもうあの絶対ふくらはぎ次の日痛いから、あれもう間違いなく痛いよね絶対ね。本当にあのあれ本当に多分あの体冷えてると多分めちゃめちゃ痛いやつだと思うんで、多分歩きづらいんじゃないかなと思うんですけども、うん、やっぱすげえなとちょっと思いました。はい、 あと卓球っすね。やっぱり3大会連続メダル確定ということで、団体戦香港戦ね、あのまあもちろんサッカーの裏だったんでちょっと見れなかったんですけど、今ちょっとニュースで見てたりとかして、いやすごいなとちょっと思いました。はい、まあね、ぜひまだ決勝は中国なのかな、はい、まあ中国ね、非常にまたこれも強敵かなと思うんですけども、ね、ぜひこれはね時間あれば見たいなと思って、はい、おります。うん、でもねやっぱサッカー、いやーなんでしょうね、やっぱりなんでしょうね、お互いが多分ポジション高いサッカーを目指してるんですけど、一個一個のその球のなんでしょうね、あの差はね、やっぱりこう前ね縦パスガン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 入れて、まあ、周りの選手がどん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 連動していくスペインに対して、普通のねアジア圏でやってる日本であればね、もっとガンガン、ま、回していけるんですけど、まあやっぱあれが世界レベルなのかなっていうところで、うん、すごかったですね。はい、自分も、まあ、最近はそこまでですね、あのリアル選手をいろんな特にね、あのオリンピック世代だと海外の選手はあんまり名前を覚えれないのであれなんですけども、いやでもねみんなめっちゃうまかったなとちょっと思いました。はい、さあ、ということで水曜日戦いの方戻っていくんですけれども、今連盟対抗戦来て、さあいよいよガチャですね、代表ガチャの方、ブラジル代表のガチャの方がですね、あと何時間か終わっていくというところで、さあこれね、もうラストですね、あの2時4時だっけ、4時かなんかで切り替わってしまうガチャになりますので、終電残ってるのはラストは、ブラジルの復刻ガチャというところとチョフェスというところになります。はい、いやー長かったのか短かったのか分かんないですけど、やっぱり多くの方がデッキかき回されて大幅チェンジ、どんくらいでも去年よりは結構キャラクター残った方なのかな、あと復活して今ね表示されてるゴッツァーとかもそうなんですけど、やっぱ毎年毎年これのルーティーンされるっていうのはね、皆さんいかがなのか、半年に1回はデッキね、また半年に1回くらいデッキ11人分くらい変わってますもんね多分ね、だから1ヶ月普通に鳴らしてっても、周年終わっても1ヶ月に1か2は補強が入ってというところ
の方が多いんですかね。さあ、水曜日なんですけども、ディスコードお知らせきますので、まあ、どんなこのタイミングでどんな、ね、あの回答が来るか、いつもの検討しますは非常に残念かなと思うので、まあ、何かしら、ね、面白い、お題目ピックアップしていただいて、ユーザーさんも周年以降ですね、あの楽しんでいただけるような告知や返答があるといいなと思います。はい、また、16時のお知らせに関してはおそらく金曜日からですね、どんなガチャがやってくるかとか、ここまたダマで行くのかどうかっていうところですよね。まあ金曜日ね、何が来るのか分かるだけでもね、もうちょっとガチャやってこっかなとかっていう人もいるかなと思いますし、ぜひね、あの金曜日から始まる内容と何のイベント始まりますかね。連盟対抗戦バーチャで来てタイムアタックかこの流れでいくと、だってライブもやったし、あとオンライン杯、オンラインでも連盟対抗戦2週間なんで、いやオンライン杯入るかな。でも連盟対抗戦中って結構オンライン杯かぶせるか、ね、口があるんですけど、なんですかね。まあ世界に向けたあれなんで、お盆休み杯とかではないかなと思うんですが、ただ逆に、来週からお盆休みということを加味すると、ランイベ来るかな。ランイベとか結構で、まあ、また普通にメダル集め、大量のメダル集めが、でも毎年お盆って大量のメダル集めが来てるような気がするんですけど、はい、なんとなくね、高野菜、高野菜でしたっけ、高野菜が始まりそうな気がするんですけど、周年高野菜の、メダル集めがあるんではないかなとなんとなく思っているんですが、はい、どうですかね。さあ、そして戦いの方は、ライジングサンがガーッと来てキャラクターいっぺんに出ましたけど、どこのね、カテゴリーストーリーですね、進捗させていくか、まあ基本的にはゴールデン23が多かったんですけど、非イズル国の除火統領の部分もかじってきてるので、まあ、そういう意味では、ね、ヒューガ君と、ゴッツァとか新しいのが出たりとか、葵君は、まあ、出たので、まあ、ボバングの、そうですね、あのアルベーゼに起きたボバングとか、あの辺くらいとか、まあ、あとは8月9月くらい、まあ、J リーグもありますので、多分 J リーグの権利継続してると思いますので、 J リーグなのかなとちょっと思ってみたりもするんですが、何来りますかね。あと海外だと今でももうほぼ今回の周年でキャラクターは出尽くしたので、まあ、アジア予選のキャラを触るかとかですよね。どうなっていくか、はい、まあ、その辺はね、16時のお知らせ、注目していきたいなというところでございます。はい、さあ、トーマさんとね、若干打ち合わせはいろいろしてまして、お盆休み中やはりね、なかなかこの状況だと、ね、遠出して何かしらうだ、わーってハッピーみたいな形で、ね、休みを謳歌できそうにもないので、何かしらこうお互い時間が取れそうなので、今ちょっと企画を考えているんですけど、何がいいかなと思ってまして、まあ毎日ライブどういいかなと思ってるんですけど、7から15まで毎日ライブどうですかね。毎日フレマ、なんか地根紛争再びとか、どうかな。ただ地根軍と何をしようかなあとはどうですかね、まあちょっと YouTuber の連盟さんと交流戦とかして二次元配信とかしても面白いかなと思ってるんですが、どっか、やってくれる YouTuber の方とかいないかな。はい、どうですかね。まあみんなね、忙しかったりもすると思うんで、なかなかなんですけど、あとは視聴者さんと触れましたり、あとトーマさんのね、ドッジボールをやってる姿を自分は単純に見ていきたいとかもあるんですけども、まあちょっといろいろ考えていきたいなと思っております。はい、さあ、そんなわけで、もう今日8月の4日、もうあっという間にね、8月も入って、今なぜか知んないんですけど、外でセミが鳴いているというところで、もう夏真っ盛りという形なんですが、まあ、連日暑いのと、コロナが都内はもう毎日3000人以上の、ね、あの方出ているので、ぜひ、皆さん気をつけていきましょうというところかなと思います。結構ね、もう自宅待機の方が多いんで、お手軽にやっぱりあの、ね、あんまりコロナにはなってるんだけど、やっぱ食事があるので、こう全員が全員ね、ウーバーとか取ってるわけとか、出前を取ってるわけではないでしょうから、コンビニとかスーパーね、行ってる方も多いと思うので、やっぱりここで手洗い、うがい、消毒っていうのは、外出した時、外出中もしっかりね、まめにやって、マスクしっかりつけて生活して、予防していきたいなと思っております。
はい、連日暑いですが皆さん体調など崩さぬよう、ね、ぜひ気をつけていただければと思っております。さあ、というわけで、ぜひね、今日の16時のお知らせ、そしてディスコードのお知らせ楽しみに待ちながら今日も一日過ごしていきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。